キッキータンキッキー気持ちいいですわ。兄弟質問コーナー始まるよ。お互いの一番好きな食べ物を当てられますか。じゃあゆうくんの好きな食べ物を言ってね。せーのでーは、ハンバーグ。焼肉好きじゃん。お姉ちゃんの好きな食べ物当ててね。せーのーでーは、焼肉。え、焼肉も大好きなんだけど、今はお寿司食べたい気分かな。俺もゆうやくんに質問。将来 YouTuber になりたいなーって思ったりしますか。今はよくわかんない。今よくわかんない。もしかしたらなりたいって思うかもしれないし、わかんないね、それはね。サーヤちゃん、サーヤンちゃんがお姉ちゃんでよかったなと思うとき、ゆうやくんが弟でよかったなと思うときはどんなときですか。ゆうやが弟でよかったなって思うときは、なんかね、とにかくすごい優しいので。そうか。なんかお姉ちゃんのことをいつも心配してくれるし、当然のことでしょ。ゆうくんでよかったなって思います。なんか怪我したときもなんか全力で助けてくれる。料理もできるし、いろんなことができるから。ねえ、できないよ。結構尊敬する。さやちゃんの好きな男性のタイプは。ゆうやくんの好きな女性のタイプは。優しくてメガネかけてる人。メガネかけてる人、なんか前も言ってたよね、うん、なんでメガネかけてる人がいいの。わかんない。髪が長くて自分の身長に近い人かな。あ、そうなんだ。私は自分のノリと合う人がいいかもしれない、はい、なんか波長が合う人、思いやりがある人とか、価値観が合う人とかはいいですね。筋肉マッチョとか。そんなマッチョじゃなくていいけど、力持ちはいいですね。どこらしい。普通に片手でお姉ちゃんを持ち上げられるとか。それはやばいですよ。そんな人いるかな。いると思うよ。かっこいい、ね、多分俺でもできると。できません。もしゆうやくんに彼女ができたらどこを見ますか。お互いで答えたいと思ったんですけど、私は中身というか性格を見るかなって思います。ゆうくんは。お姉ちゃんを一番に大切にしてくれるし、心からお姉ちゃんを愛してくれる人がいい。深いですね。ゆうくんはさあやちゃんに彼氏ができたら焼き餅を焼く、それとも応援する。焼き餅は絶対焼かない。今までも焼き餅焼かなかった。そうだね。むしろ応援したい。うん、できたら嬉しいでしょ。うん、遊んでもらいたい。遊んでもらいたいばっかだね。スポーツ得意な人がいいな。あ、遊びたいのね、一緒に、うん、前に彼氏ドッキリの時にゆうちゃん泣いちゃったじゃん。じゃないもん。でもそれはさ、彼氏ができたことが嫌だったんじゃなくて、嬉しい泣き。違うでしょ、あれは。嬉しい泣き。そうですか。お姉ちゃんが急に離れる。嬉しいな。急にお姉ちゃんが。嬉しいな。はいはい。もしも YouTuber の中で兄弟姉妹にするなら。はじめ社長さん。お兄さん。うん。なんで。いろんなことを教えたり勉強教えてくれて。ああ。頭がいいから。確かに。シルクさんは。ああ。アスレチックとかも連れてってくれて。なんかね、遊んでもらえる。ひかるさん。ひかるさん。なんで。俺が誕生日の時、祝ってくれたから。優しそうだから。ツイッターでね、ゲームを教えてもらえそう。あ、姉妹にした YouTuber はみきぽんちゃんかな。みきぽんちゃんにお姉ちゃんになってもらって。自慢したくなっちゃう、かわいいから。みきぽんちゃんお姉ちゃんだったら自慢したくなっちゃうよね。うん。あ、そういえばお姉ちゃんね、身長伸びた。皆さん嘘ですよ。兄弟で今考えてること、思ってることを全力で叫んでください。焼き餅行きたい。さやちゃんはゆうやくんの声を、ゆうやくんはさやちゃんの声をアフレコしてほしいです。コラボをするときは、弟も一緒にお願いします。何言わせてくれてるの。僕はジュースを飲みすぎるのをやめます。やだなんでやめなきゃいけないの。体に悪いからです。はい、というわけで今回もたくさんの質問、本当にありがとうございました。また質問コーナーしたいと思うので、その時はぜひたくさんの質問待ってます。というわけで今日も最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。せいでした。ひやでした。また見てね。バイバイ。姉ちゃんいつ彼氏できるんだろう。ほんといつできるんだろうね。10年後かもしれない。それはやばい。